映画情報番組シネバカちゃん。はい、こんにちは。こんにちは。11月24日、のシネバカちゃんです。私はロバート・デ・ニーロ大好き、デ・ニーロ・タマコとタマちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、時計仕掛けのオレンジ大好き、アレックス・ヨッチャンです。よろしくお願いします。ということで、今日は、はい、ゲストをお迎えしております。ね、シネバカちゃんの生みの親と言ってもいい。生みの親、うん、我々のこういう番組を始めるんで、背中を押してくださった。はい、我々は姫と呼んでおります、天野伊佐子さんです。天野伊佐子です、渋谷のラジオの渋谷のカフさん、カフさんという番組のパーソナリティをやらせていただいております。よろしくお願いいたします。詳しくはね、また後ほど特集に入って、さっき番組始まる前に伊佐子さんがドイツに勝ったブーチに勝ったって言われて、って今ツイッター見たらネットニュースを見て知ったんですか？いや、ツイッターのみんなのつぶやきを見て、逆転とかってなって、そう今知りました。おめでとうございます。大金星です。おめでとうございます、ね。まあ、まだこれから強豪との、ね、試合がありますの で、 そうです、ね、応援していきたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、いつものですね、お決まりになってますが、コロナ対策についてです。演者スタッフの検温を行っています。換気は50分に1回、番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています。それから除菌機器、トレールフレッシュが、活躍していつも、万全な状態でお送り、今日もお送りしたいと思います。はい、今日は念のためまた、そうですね、フェイス
マスクをして、はい、3人ということでですね、撮ります、はい、一応ねパーテーションもあるんですよ、ちゃんとこの、ね、あります、はいはい、ということで、現在公開中のシネバカちゃん注目作品をご紹介していきたいと思います、はい、まずはナイトライト時間は笑うです、どうぞ。Once we do this, you'll be out. I'll be out. We'll both be out. I'm gonna be there, 11:15. 50 keys. Get the van, fill her up, pick up the cash. Meet the Ukrainians at 11. Felix, 11:15. You've never run this sort of way before. A minute late, the deal is off. Is everything okay? I have a tail. Please, yeah. Can't tell. If you think you've got a tail, we should call it off. I've got a lot of product and I need to shift it on. I need to shift it on now. What is it? What happened? The van is gone. Someone took it at the station. Someone took the van. Fuck. It's all gone wrong. Now the boy has pulled out. We can turn this around. You're going to find a van and you're going to find a new buyer. Call Graham. Call Lefty. Call Magic Shop. That's not what I heard. I heard your buyer pulled out. How long you got? Midnight. That's not enough time. I'll make time. You're gonna be on my ass all fucking night, are you? Well, okay. You've done this before? No! It's Joe's guys, they're coming for you. Get out now. That's wrong. Baby, Joy, go! Two ways this game ends. On your terms or their terms. What a night. はい、ナイトライド時間は笑うでした。よっちゃんどうですかこれ見て。いやー面白かったですね。でしょ。はい。私があの先週言ったあのね、なんだオンザハイウェイ、はいはい、あれの意味も分かっていただけました。そうですね、分かりました。走れメロスも分かってた、ね、分かりました。あとまあ、あのギリティっていうですね、これあの緊急 の、 あの通報のオペレーターがこうなんか殺されるみたいなんです。通報を受けてこうあの電話だけでこう指示していくっていうですね、その映画もちょっと思い出しましたよね。ああ、はいはいはい、はいはい、ありましたね、それね。そうですね、はい。なんかね、本当にあのこの疾走感とね、このなんかスリル、スリルヒリヒリするね、緊迫感がね、たまんないですよね。はい、要はね、この映画はなんですよ、あの大きな麻薬ディーラーあの取引をして、それで足を洗って幸せに暮らそうとするカップルの話なんですよ。で、それを買うためにお金を借りて、やばいところからお金を借りて、売ったお金で返すという。で、それをね、やり取りされたりね、いろんなことが起こるんですよ。これがまあ、そのね、わずか家を出て、解決するまでの、まあ、解決っていうかね、あの終わりまでの約90、あの2時間弱。そうですね。そうですね。これがずっとね、一つのカメラで追ってってるんですよ。一つのカメラ、うん、なんかね、もう、どうなる、間に合うのかとかね、おいとかね、いろんななんかを 見ながらね、こっちがハラハラさ、ね、してくるんですよ、うん。すごい臨場感ですね、本当に。96ワンショット、はい、まあ、ワンショット、まあ、あの本当にワンショットでは撮ってないと思うんですけど、まあ、そのように見えるように、ね、作って演出されてるっていうのは、カメラをこうシーンを切り替えるシーンはないんですよ、続いてんですよ、ずっと。だから車がね、ずっと走ってるのに止まって、そのカメラが人を追うっていうね、そうそうそう、どうやって撮ってんだろうとかね、本当にね、不思議ですよね。すごいなと思いながら、ね、これは本当にね、あのアイルランドのね出身の監督、スティーブン・フィングルトンっていう方なんですけど、まあ、舞台がベルファストになってますね。そうですね、ほとんどあの長編がこれ第2作目ってことですから、ほとんどの新人に近い方ですけど、ね、これね、スリーリングで本当にアクションっていうか、はい、その面白い、こういうクライムものが好きな方はね、これ必見です。あ、もう本当ぜひ、うん、あの私も本当期待以上のね出来でしたから、満足してます。アドレナリン、はい、出ますね、はい、ドクドクしてます、はい、ドクドクはい、こちらは、はい、こちらの方は、現在ヒューマントラストシネマ渋谷新宿武蔵野館他で、上映中です。ぜひご覧ください。続きましてはミセスハリスパリへ行くです、どうぞ。夫を亡くした家政婦、
ミセス・ハリスに舞い降りた運命の出会い。それは一着のドレス。Isn't it divine? When I put it on, nothing else matters. £500. For a dress? I'm gonna buy a dress. A Christian Dior from Paris. Paris. Excuse me, dear. I'm after a frock. You have the wrong dress. No, hang on a minute. I've saved every penny scrubbing floors so I can buy this frock. A Dior dress is designed to astonish. How will you do that, Mrs. Harris? Haute couture is a vanity for us and our clients. I don't think the House of Dior can survive. No, it's my dream. ミセス・ハリスの夢見る力が This is not possible. This is your chance. 人々の心を動かし、素敵な奇跡を巻き起こす。Come on, girls, follow me. Bravo. I thought it was too late. Now, not so sure. ミセス・ハリス、パリへ行く。はい、ミセス・ハリス、パリへ行くでした。これね、すごい、うん、面白い映画ですよ。あのロンドンで、まああの1967年から57年ですね。あ、そうですね。はい、戦争から10年ぐらい経って、終わってから第二次世界大戦が終わってから10年ぐらい。で、ロンドンで家政婦をしててコツコツと真面目に働いてる女性が勤め先の奥様のドレスでディオールのドレスをね出会うんです。もうね、女性がねそういう美しいものにねときめくって、あ、そういうことなのねっていうのがすごい気持ちがね伝わってくるようなね作品なんです。でとてもね、あのお手伝いさんの仕事をやってる方にはね、あの買えません。でもね、いろんなねことが起きてね、まあ、これはある種おとぎ話的ではあるんですけど、行くんですよ、で行くんですよ、あるいは本店に、本店にクリスチャンズ用の本店に行って。でもね、どういうね、ザーマスの方がね何この方みたいなことでね意地悪されたりするんですよ。でもそういうことを明治にね、あの自分はこう夢だったんだ、憧れだったんだってことを伝えて、でいろいろねあってっていう話なんですよ。これあの、そうですね、私はあの本当になんか昔のね、本当古き良き時代の映画っていうか、それがずっとあの音楽もねすごくいい感じで流れてて、なんかね本当に夢心地で終わるっていう感じで、リメイクとかじゃなくて、もう新しい、これもうあのオリジナルなんですけどもね、いやでも本当に見事にやられましたねって感じ で、これね途中の伏線をね最後に見事に回収するんです。そうですね、ありますあ、ね、そっか、そこか、本当にそこをね、うん、脚本がすごくよくできてて、よくできてます、うん、でね本当に、まあ、本当におとぎ話のような話ではあるんですけども、うん、なんか自然に騙されてしまう、気持ちよく騙されてしまう。またね、パリに行くとね、あのこの出てる、ね、女性の方、レスリー、マンビルさんって方なんですけど、はい、本当ね、キラ輝いて見えるんですよ。すごい綺麗ですね。女性は例えば宝石とか、はい、そういうファッションとか、うん、ね、そういうものにね、やっぱりこうときめいて時に行ってやっぱ綺麗に見えるんですよね、うん、やっぱりね、うんうん、でそういうことって大事ですよね、年齢に関係なく、はい、うん、っていうのをね、教えられました、私、はい、これ、これね、はい、出たの、レスリー・マンビスなんて調べたらですね、レイリー・オールドマンと結婚したことがあったんですね。あ、そうですよ、そうです。3年ぐらいね、はい、そうです、お子さんも、はい、息子さんもいらっしゃるみたいで、ね、なかなかチャーミングな方ですよね。そうですね、うん、その前の旦那様は何に出てた方なの？レスリー・オールドマン、レイリー・オールドマン、いろんな方にいっぱい出てます、有名な方です、はい、アカデミー主演男優賞を取りましたこちらの方は、現在渋谷のホワイトシネクイーンと池袋ヒューマックスシネマズ、吉祥寺プラザ、木野シネマ、立川高島 SC 館、東方シネマズ、T ジョイ、イオンシネマ、109シネマズ、ユナイテッドシネマなどのシネコンでもご覧になりました。これは本当にあの先入観なくですね、まあ、自分はこういうなんかおとぎ話みたいなのダメだなっていう男性陣もこれ見た方がいいですよ。本当に映画好きな方は良さわかると思いますので、ぜひご覧ください。はい、ここでフルフさんという方からですね、ツイッターをいただいております。生放送、会社の食堂から聞いてますよ、動画で見てます、ありがとうフルフ、しもべです、ね、もう唯一私を押してくれてる人あ、でもたくさんね全国にいらっしゃいますからね、はい、フルフさんありがとうございます、ありがとうございました、はい、はい、続きましてはサイレントナイトです、どうぞ。Jesus, they're early. Oh!
大切な家族と素敵な友人たちと過ごす Rest in peace. クリスマスイブ。I just think we should be honest with the kids. We know the Russians want us all dead. They're sending poisonous gas to kill us all in the morning. It's a panic. It's very upset. It will kill anything that's still alive. But what if they're wrong?世界が終わるとき、彼らが取った選択とは。It's time, boys. サイレントナイト、人類最後のメリークリスマス。はい、サイレントナイトでした。これ人類が最後のクリスマスを迎える夜って設定なんです。なぜかっていうと、毒ガスが世界中を覆ってみんな死んでいくという。ロンドンが舞台で、ちょうどロンドンにその夜来るよっていう、うん、まさに今日このねポスターの特大のポスター、これね前のチラシとちょうどね絵が違うんで、それなかなかインパクトありますよね。でこれイギリスの、これもイギリスの絵なんですけど、すごいブラックでね、笑いもなんか、うん、で僕らにもわからないブラックがいっぱい散りばめてるのがあるような気がします。でね、最後もブラックなんですよ。そうですね、ね、なんかどんよりして終わる感じでもない、あんまり後味の良くないブラックなんですよ。どう受け止めるかってね、すごい見る人によると思います。まあ、でも実際ね、こういうふうに世界も最後終わるっていうね、世界、うん、人類滅亡っていう時が分かって夜を迎えたら、もしかしたら大人たちはこんな風な、ね、対応するんじゃないかなっていう、庶民はですね、一般の庶民は。そんなのがよく分かる。が、はい、苦痛に、その毒ガスを吸って、うん、苦痛を味わわないように、まあ、安楽死できる薬を渡されるんです。で、まあ、それを飲んで、その、ガスが来るっていう警報に合わせて、うん、死を待つということなんですけど、すごい設定。でもそれでもね、その薬をやっぱり飲むか飲まないかっていう、私飲みたくない、選択があるでしょ。でこれがね、まあ、鍵にはなってるんですけど、見たい、ね、でこのね、坊やっていうかね、子供がね、うん、それにすごい、まあ、最後の晩餐ですよ。それにすごい大人たちの対応にすごい疑問を持って、うん、だからそういう意味と本当子供は素直っていうかね、ストレートなんだなって。いやでも本当にね、ジョジョラビットのあれですよね、ローマン・グリフィン・デイビス、やっぱりすごい、やっぱりね、彼は相当いい役者にね、これからなるだろうなと思って、すごい演技ですよね。うん、他の役者さんもね、そうそうとる方々が出てますよね。そうですね、まあ、キーラ・ナイトレーね、初め、はい、で、その今のジョジョラビットの子供の子役の お母さんが、実のお母さんがこの監督さんっていうですね、はい、そういう形でやってますね。はい、面白いです、まあ、ね、面白いというかね、なかなか最後どう受け止め、はい、受け取るかということで、はい、評価は変わると思います。はい、はい、こちらの方は現在ヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿、グランドシネマサンシャイン池袋、アップリンク吉祥寺、立川シネマシティ、その他ユナイテッドシネマズ、イオンシネマ、ムービックス、109シネマズなどのシネコンでもご覧になります。ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、ということで、今週の特集です。今週はなんとね、今週でシネバカちゃん99回目なんです。あ、ね、来週が100回、ね、来週100回 で記念のね、バッジも作りました。100回記念、はい、すごい、これ見えますかね。でそのね、全集祭ということで、はい、シネバカちゃんがお世話になりました天野伊作さんを、あ、特集、特集ですね、はい、そうですよ。2週連続100回記念特集、今日は99回ですけどね、はい、なぜ天野さんがきっかけになったかというと、我々のシネバカの会という映画の同好のね、はいはい、会をやってまして、まあ、映画好きな仲間でこれ見た、あれ見た、面白かった、うん、私はこうだったっていうのをね、同好はし合ってたんですけど、そのうちまあもう一人ね、シネバカの会を創設したメンバーで、はい、柳さんっていうね、うん、方がおりまして、彼と久子さんがまあ、ご縁があって、
そうですね。伊佐子さんの番組、あのシネマ、ですね、渋谷のラジオの、カフさんカフさんっていう日曜日の12時、はい、お昼から2時までやっております、番組に出させていただいて、こちらこそありがとうございます。通算で8回出させていただいたんですよ。あと私が行けなかった時も、あ、そうですね、急遽やってくださって、皆さんがあの MC を務めてくれて、ありましたね、ありがとうございます。で、あのあれなんですよね、そうやって仲間内で映画の話をしてるだけだったんですけど、こうやってこうなんか情報をね、映画って面白いよっていう情報をね発信することってできないかなって、それ以来ずっと考えるようになりまして、はい、それで、まあ、たまたまこの曲が開局すると。で、コロナで映画館にも行けなくなっちゃった、じゃあ映画館を応援しよう、映画を応援しようっていうんで始めたのがシネバカちゃんなんですよ。そうです、はい、ということで、そういう意味ではね、あの伊佐子さんの番組に出させていただいたことが、ね、本当にきっかけになったというか、発端になってるんですけど、もう何度も言ってますけど、ね、すごい情報を持ってきてくれるから、みんなも楽しみにしてシネバカちゃんが来ると。あのでも大体ね、映画の話をしてもね、あの映画、まあ、映画を見る人と見ない人って大体見ない人の方が多いんですよ。あ、本当に？マイナーなんです。あ、まあ、メジャーなんです。で、映画を月とかもう月に何本も見るとかっていう人の方が少ないんです、実は。あ、多分2割もいないんじゃないかな、まあ、その人口比で言ったら、はいはい、だからあの、いや、この間これ見てね、面白いんで、面白かったよって言った時に、見ない人からすれば、で終わりなんですよ、大体。会話が続かない。で、まあ、好きな同士だったらね、いろいろも逆に話は盛り上がって、際限なくなるんですけど、だから、でも、そういう、じゃあもっとね、頑張ってね、映画の面白さ伝えなきゃっていう風な使命感でやってます。使命感、はい。99回もやっててね、でも進歩がねえんじゃねえかっていう。来年の1月でもう2年。2年。そうですね。丸2年。はい。いや、すごいです。ねえ。はい、今日久しぶりに、2年近くぶりに撮れる。そうですね、あの第3回に、第3回にゲストでね、あの伊佐子さん出ていただいて、来る前に、はい、じゃあ、ちゃん、あのここで、じゃあ改めてプロフィールをご紹介させていきます。はい、じゃあ天野伊佐子さん、本日のゲストです。はい、プロフィール、1964年の愛媛県松山市のお生まれで、1980年高校1年の時ですかね、郷ひろみさんの、恋人役の一般公募オーディションで芸能界入りをしまして、主にその後女優としてですね活動されました。で、堀越学園、はい、はい、卒業後、故郷の愛媛県松山市に戻りまして、地元のラジオ局、FM 愛媛ですね、で、DJ を務められたほか、モデル業としてもご活躍されました。で、1998年ですね、日本のコラムニストの第一人者であって、広告批評の主催者でもあります天野祐吉さんですね、と出会いまして、その2年後に2000年に結婚されまして、はい、当時、年齢差31歳差の結婚ということですね、あの非常に話題になりました。で、残念ながら、2013年に天野祐吉さんがお亡くなりになりまして、その後もですね、インターネットを通じて天野祐吉さんの言葉を伝え続けているということですね。で、今は、FM、ローカル FM 局の渋谷のラジオ、こちらに出てますね。はい、ですね、こちらの方では毎週日曜日の昼12時から14時、2時間ですね、渋谷のカフさんカフさんの、はい、ポーソナリティを務められて、でそこで我々あのゲストとしてですね、お呼びいただいて、まあ、今日に至るということでございます。はい、はいはい、ありがとうございます。NHK みたいな、はい、ね、あ、そうですか、そうですね、あ、よく言われます。で、久々に来たので、はい、対面に来たので、鳥越神社、おお、素晴らしい、お隣に、すごい、ありました、3箇所、あの中にあったので、もうそれ、なんか、もう趣味でもうずっとやられてるんですか、これ、すごいですね。いやいやいや、最近、あの、教えてもらって、すごい、今年の10月20日から集め始めて、今日は鳥越神社、すごい、鳥越ちゃん、私も見せていただいたの初めてだ、本当ですか、すごい。あと、なんて読むんですか、これ、福寿者、し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 き者だかな、ま、はい、あの
入ってすぐ右側にある社ですよね。社ですよね、別のね。でも鳥越神社はなんか、子だからかな、何子孫繁栄みたいな感じなので、はいはいありますね、もう死ねばかちゃんの番組が育ちますようにって ご記念いただいたのです、ありがとうございます。あとなんか昔の今日なんかレトロなものも あれはいいんですよ、あれはいいんですよ、うん、何ですか、ね、天野由紀さんとお知り合いになった、はい、まあ知り合われたのは天野さんも松山が、まあ、あのがゆかり、あれなんですね、松山であの小学校時代とか過ごされてたじゃなかったっけ。中学校の時に東京が空襲とかがあるので、あの道路を広げなきゃいけないっていうことがあったらしいです。国であの火事、うん、何火災が起きるでしょ、うん、ミサイルが落ちてくると、うん、そうすると車を通さなきゃいけないから家を壊して道路にするっていうんで、うん、家がなくなってお父さんの出身の松山に中学校の時に行って、うん、もともとだから天野さんも結城さんも、松山に遅延があって、そうですね、で後になんか番組が何かどこへ出られるんですか。主人が松山の NHK の NHK で番組をレギュラー番組持ってて、まあ、そこで何か食事会があって出会いました、はい、それがきっかけです。どちらがどちらを見染めたんですかね。もう、チャラい親父がぐいぐいとすごいですね、はいはいはい、でも31歳年下の方はなかなかね。でも31というと最近、はい、昨日か一昨日22日、極楽とんぼの山本さんと、ね、AKB の方、はい、おめでとうございます、ね、同じ年の離れ方だと思って見ておりました。あ、そうでした、はい、うん、当時、芸能界でその郷ひろみの恋人役をやられた頃のなんかさっきお写真見せていただきました、はい、ダメですか。え、いいんですよ、いいんですよ、持ってきましたよ、今日は ね、でも、あ、言ってきますけど、今日あんまり映画の話しませんから当時の、じゃグラビアを、そうそうそう、あ、いい、当時の芸名何でしたっけ。いや、言いません、ググらないでください。じゃじゃん、すごい眩しいですね。これ おいくつの時ですか。これは15歳。うわ、この芸名を藤達也さんがつけてくれたんですけど、ピンナップもあったじゃないですか、中に。あるあれは平凡パンチですね、平凡、これね、若い、私たちが若い頃こういうの見てないですよ、平凡パンチとかね、ドキドキしながらね、中学生くらいの時、こういう、おー、すごい、なんかあとさっき見せていただいたらあれじゃないですか、あのポスト山口百恵は誰になるかみたいな、ね、百恵さんが引退するので、そうそうそう、ポスト、ね、松田聖子さんとかと一緒にね、お名前が、そうそう、写真と名前が三原純子さんとかもね、あ、そうですね、ね、国会議員になりましたけど、三原純子さん同い年なんですよ。あ、そうですか。で当時 TBS でドラマの撮影があったんですけど、金八先生もやってたし TBS で、はいはい、でタヌキントリオの全力投球もやってたから結構お会いしましたね、楽しかったね。彼女もあの頃多分バーンと出た時も16歳とかね、そう時ですよね、15、16で、当時、はい、でね、学生が夜中まで働いちゃいけないっていうのがなかったんですよ。ああ、そうか、そうか、ね、芸能界ひどかったですもんね。めちゃくちゃでしたね。帰るのが夜中の2時とか、そんな感じでした。そうなんですが、私はシネバカちゃんに聞きたいことが山ほどありまして、はい、ちょっと待ってくださいね。シネバカちゃんっていうのはシネマがバカがつくぐらい好きな、好きな、そういう風になったのは何の映画がきっかけかなと思って、私とか、そうです、そうです、で調べてきたんです。で小玉さんのはアラビアのロレンスがこう映画館で 見た方がいいよっていうものがありましたよ。これもあの初の70ミリ映画ですからね。これ影響受けました。もちろん受けました。びっくりしました、これ見て、その雄大なスケールにね、圧倒されましたよ。だから2人が子供の頃かな、うん、何の映画に
こう影響を受けて映画が好きになったのかな。僕はね、すぐ今でも映画館で映画を見るっていうですね、映画は映画館で見るものっていうすごいこだわり持って続いてるんですけど、うん、それのきっかけになったのはね、なんと今日児玉さんの着てる T シャツ、うん、ロッキーとですね、ロッキー、あとスターウォーズの一作目ですね。何歳ぐらいでした？その時はね、でももう大学生でしたよ。でもそれまでは映画はテレビとかでも普通に見てたんで、もちろん見てましたよ、映画館でも行ってましたけども、うん、やっぱりこれはもう映画館じゃないとダメって思う、決定づけたのはその2作品、すごく強烈にねそれを覚えてます、うん、はい、私はね、小学校3年生とか4年生の頃に見た007の二度死ぬっていうね、うん、日本でロケをした、ね、やつがあってね、うんうん、熊本の火山、実は悪とそこに秘密基地があるっていう、ね、そんなことあったのみたいなね、子供だから信じちゃうわけですよ、うん、だけどすごいスケールが大きくて、うん、アクションシーンも豊富で、うわーと思って、やっぱりこれこういうってやっぱああいう大きなスクリーンで見なきゃダメだなと思って、やっぱり映画は映画館で見るっていうね、そういう習慣がついてるような気がします。そ、はい、でそれ以来やっぱり邦画、まあ、よりも洋画を中心に、あ、ね、それもう、これもね、その映画愛をね、本当に凝縮してくれた、もう、そうですね、もう何度見ても泣きますよ。これ映画好きはもう、泣かない人はちょっと違う、ね、おかしいですよね、これをね。本当、何十回見てもね、泣きます。ニュースのパラダイス。これはあれですか、ゆきさんのコレクションですか？そうですね、何回も見るので、うん、これも、昔の映画って幕、最初に、幕があるんですよね。文鳥が開くんだよ。その当時の映画が大好きで、うん、私は実家、うん、子供の頃実家を見て映画、はい、多分母が好きだったんでしょうね、うん、母にじられて見たのが、うん、きっかけでしたね。なるほど、みんなそういうのがあるんじゃないかなと思って、うん、映画を見るきっかけって持ってきました、はい、ありがとうございます。どうですか、なんかでも我々が番組に呼んでいただくようになってから、天野さんも結構、ひさこさんも映画をご覧になるようになったんじゃないですか？そうですね、やっぱ気になるんですよ、情報を発信してくれると、あ、これも見たいな、あれも見たいなと思うんですけど、この間なんかトップガンも3回見たとか見ました、見ました、すごい、知ればかじゃないですか。いや、あれこそ久々に本当に映画を見たって感じでしたよ。すごかった、とにかくすごかったです。もう満腹感ですよね。うん、何回見てもいい、いいです、はい、はい、映画の話をしないようにしようと思ってたんですけど映画の話になっちゃいましたね。やっぱり映画の話でしょう、はい、なっちゃいますね。それしかな中身がないもんですから。どう、本当はみんなにシネバカちゃんにはいろんな班があって、火薬班とかヘリ班とか、はいはいはい、潜水艦とかね、うん、何回も教えてほしいくらいです、はい、でヘリ班に、ヘリ班ですか？いや、ヘリ班じゃないですね、ヘリ、私はどっちかというとヘリの、はい、ヘリコプター班です。ハンマでもないんですね、火薬艦のヘリコプター推しみたいな感じですね、ね、で柳さんが潜水艦推し、あ、そっか、うん、これ、ニューシネマパラダイスね、はい、ジュゼッペ・トルナトーレ監督で音楽がエンリオ・モリコーネなんですけど、はい、うん、これお正月、はい、エンリオ・モリコーネのモリコーネっていう映画ドキュメンタリーが、ね、来ます、うん、トルナトーレ監督がね、うん、撮った作品な、これね、よくいいですよ、見たいです。もう私ついさっき先日試写で拝見したんですけど、あ、そうですか、もうずっと泣きっぱなしでした。もう知ってる曲がね、もうね、どうやって作られたかとかね、うん、どんな思いで作ったかとかってね、彼はマカロニウエスタンの頃からずっと書いてる方なんで、うね、もうエンリオ・モリコーネの音楽って本当にね、映画音楽がいっぱいあるんですね、もうそれをね思うとね、まあこれぜひお正月をしたいなと、心の金銭に触れるね、こんなにシネマが好きだったら、映画をもし撮れるんだったら撮りたいとかって思います？ね、才能ないと無理なんですよ、ああいうのって、才能とかね、センスとかね、うん、でなんかね、これを撮りたいっていうのがないと、うん、自分はこういう作品を撮りたいんだっていう、なんかそういう強い情念がないと、うん、多分やれないと思いますよ、普通の方ですと、うん、ね、映画制作のワークショップに行ったことあるんですよね、よっちゃんでね、一応見よう見まねで作ったんですけども、うん、
あの交番表とかね、いろいろあるじゃないですか。もうやること多くてね、これ絶対俺には無理だと思って、それでもう見る方に徹しようっていう、はい、見る方がいいですか、はい、そうですね、ちょっと作る方はちょっとね、あの小玉さん言われたね、あのたまちゃん言われた、あのそれもありますけども、センスとかでもありますけど、その前にあんなに大変なことはちょっとね。映画解説者で映画が好きで、はい、シベリア鉄道を作った、はいはい、水野、シベリア超特急ね、シベ超という、はい、水野晴郎さん、ね、やっぱり好きが、ね、好き好きがいって、だから好きが高じて作ったけど、やっぱりしくじったっていう、うん、そうしくじったおかげでカルト製作品として上がられてるという、ね、逆のすごいね当たり方、当たったのかどうかわかんないですけど、はい、まあ、悪口言っちゃダメですね、水野晴郎さん、ね、失礼です、はい、はい、ということで、なんかあっという間に時間が過ぎちゃって、かなり肩がオーバーしてます、はい、じゃあ次すいません、ということで、すいませんが、ね、はい、一旦ちょっと、はい、そこさんとも引き続きこのままね、はい、番組の方を手伝いしていただいて、まずはよっちゃんから、はい、じゃあ告知の方ですね、告知の方、はい、ちょっと巻きでお願いします、はい、じゃあお願いします、はい、昨日フェスティバル2022、これ3ヶ月ですね、12週間、9月30日からやっておりまして、この、番組でも、9月と、10月の終わりですねに告知させていただきました、3回に分けてですね、そして今回がラストになりますけども、11月、25日から明日からですね、12月22日までの4本をご紹介したいと思います。はい、まずですね、今回はこの4本ですね、はい、から、まずですね、最初の11月22日、これはパラダイスヒルズというですね、これは近未来の SF スリラーになります。で、これ注目ポイントはですね、なんちゃって家族とかでもこう有名なですね、エマ・ロバーツさんがですね、いろいろこう、まあ、真骨頂をですね、見ていただけるということで、これ監督はほとんどの無名の監督なんですけども、アリス・ワリスンという、まあ、スペイン人で、1990年生まれというかなり若い、ね、監督になります、期待したいと思います。はい、で、次は、12月2日からマイドッグ・スティピド、これはヒューマンコメディなんですけども、これはイスラエル出身のイヴァン・アタルですね、監督が、これシャルロット・ゲンズブールさんのですね、夫なんですね、ご主人なんですけども、うん、それが監督される、映画だということで、これもね注目したいと思います。はい、続いて、12月9日これフランスのサスペンス映画ですね、パーフェクトナニーっていうのになります。はい、じゃあ最後が、ワンダーボーイ、これはですねドキュメンタリーなんですね、デザイナーとして成功を収めた、オルビエ・ルスタインですね、方の、まあ波乱の万丈の人生を描くってことですね、これアニッサ・ボンドフォンという方はこれが長編デビュー作だそうですけども、これも期待して、でキノフェスはですね、まあ、何がというとですね、本当に良質な作品がですね、これまでも8作品やってますけど、私そのうち6作品で見てるんですけども、本当に、ね、外れなく非常に水準の高い作品が多いです。で先日見た11月18日、今日までですかね、上映されてますバーデンというですね、KKK アメリカのですね、白人主義のですね、KKK の、人を主人公にした映画なんですが、これもね今までない視点ですごい面白い映画でしたから、今回のこの4作もですね、おそらく良質な映画だと思いますので、ぜひともですね見に行っていただきたいと思います。いや、ちょっとね2作品くらいちょっと見逃しちゃったんですけども、それ以外はほとんど見てます、うん、はい、はい、じゃあ最初に戻れないですかね、あ、じゃあいいです、はい、昨日フェスティバル、こちらはですね立川高島 SC 館、それから横浜みなとみらい、昨日シネマ天神、福岡ですね、こちらの3館で、12月22日まで週替わりで、開催されますので、ぜひとも、お近くの方ご覧いただきたいと思います。はい、はい、はい、続きましては、今日11月24日明日、あ、今日で、あ、昨日か、あ、そうですね、一つ公開ですね、一つ昨日11月23日公開からの新作をご紹介したいと思います。まずは母性です、どうぞ。
間違えていたのです。一つの事件、事故か自殺か殺人か、母と娘、二つの異なる証言で物語は180度逆転する。愛与う限り娘を大切に育ててきました。何をすれば母は愛してくれるのだろうか。気持ち悪いのよ。私の努力はあんたが台無しにしてるのよ。頭おかしいんじゃないの。文句あるなら出ていけばいいだろ。それでも母親か。幸せを感じているの。事件はなぜ起きたのか。ママ、お母さん。物語はあなたの証言で完結する。母性。私は娘を強く抱きしめて言ったのです。愛してる。はい、母性でした。怖いですね。なんかね、うん、港かなえさん原作のミステリーですね。これだから母の立場と娘の立場でなんかまあ証言とかね、まあ、その食い違ってるっていうことで起きてるわけですけど、多分港かなえさんのことですからそんな単純な話では終わらないと思うんですよ。でこれ母親のまたあの実際の母親と義理の母親とかも出てきてですね、そういうこういろんな関係もですね多分影響してるっていうんですよ。多分あのね、これはね見事、どうしようね、人によってはちょっと見たくない、うん、かもしれない。長野芽ちゃん最近売れてますね。売れてますね、すごい売れてますね。この間もねご紹介いたしましたけどね。あとこれあの、監督が広木隆一監督で、あの先日ご紹介したあちらにいる鬼ですね、そちらの監督だってすごいですよね。今年も4本目ぐらいじゃないですかね、公開作品。はい、もうヒットメーカーですよね。うん、ってやりますね。これはもうぜひあのもう今ね公開してますけど、昨日から昨日からですね。はい。じゃあちょっとあの上映館をお伝えしていきます。新宿ピカデリ、新宿バルトナイン、グランドシネマサンシャイン池袋、丸の内ピカデリ、東方シネマズ、ユナイテッドシネマ、イオンシネマ、109シネマズ、T ジョイなどのですね、実シネコンの方でもご覧になりますので。私も見たいと思いますのでぜひご覧ください。はい、続きましてはビージーズ栄光の奇跡です。どうぞ。 It was really quite a phenomenon. Decades of record-setting hits. Three brothers, the most successful singer-songwriters of our time. There's nothing else to say about the Bee Gees except they're awesome.All three of us had the same understanding that we were going to be famous come hell or high water. When you've got brothers singing, it's like an instrument that nobody else can buy. Brothers, in general, it's a very complicated thing. If you've never been famous, it's a very difficult thing to handle. You don't know how to behave. That's my story, and I'm sticking to it. はい、ビージーズ栄光の奇跡でした。ビージーズは私小学校 4,5 年生の頃かな、マサチューセッツっていう曲を聴いて、ね、ああいい曲だなと思って、まあその頃結構あの年の離れたあのいとことの家でよく洋楽とかも聴いてたんで、そこから始まってですね、で小さな恋のメロディー、それからサタデーナイトフィーバーっていうね、いろんなもう映画も通じてね、ずっと好きだったグループなんですよ。だからね、ある種自分の人生とシンクロする部分があって、ね、あの本当実力的にもね、あとミュージシャンとしてもすごい、あのギブ三兄弟のね、あの本当にコーラスグループとしても上手だし、こういうあのディスコサウンドもできるっていうのはすごいですよね。非常にね、才能のある、ね、方たちですよね。これあの、映画の方はですね、あのフランク・マーシャルさんっていうのが監督になってまして、このフランク・マーシャルって方はもう名プロデューサーですね、スピルバーグ作品、例えばバック・トゥ・ザ・フューチャーですとか、あとあのインディ・ジョーンズ、あ、まあ
そういうですね作品のプロデューサーでもある方が撮ってますので、きっとうまくですね、ビージーズのねこういう本格的なドキュメンタリーってあまりね記憶がないので初めて、ね、そうですね、今までありそうでなかったですけども、はい、最近ね多いですねこういう音楽のドキュメンタリー、私はもう欠かさず音楽好きなので見ていただきます、はい、音のいい映画館で、はい、はい、そうですね、ぜひ映画館の方で、はい、こちらの方はですね、ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿武蔵野館立川シネマシティ、などで明日ですね11月25日から公開になりますのでぜひご覧ください。はい、続きましてはマリー・クワントスインギング・ロンドンの伝説です。どうぞ。The whole 1960s was one massive party. If the Beatles provided the soundtrack, Mary certainly provided all the visual images.1960年代、世界中の若者を熱狂させたカルチャームーブメント、スインギング・ロンドン。その伝説の中心に彼女がいた。I hated fashion the way it was. I wanted clothes to be far more casual and you know, easygoing and yet sort of sexy and things. I wanted to design clothes for real life people. I wanted to design clothes for young people. ファッションの革命はチェルシーの小さなショップから始まった。But Mary, isn't the miniskirt rather obvious, simply blaringly enticing? Well, I can't say that I particularly approve of some of the styles. Shout, obscene, disgusting, degenerate, you know. What she did was liberate those girls. She gave them a context. It was a time when black models were not exactly used in magazines or shows. 大々的なブランド戦略と華やかな成功の陰にはマリーを支え続けた夫の存在があった。They determined to try and make friends with her next term. I think they put up about 5,000 each, and we started bazaar. Alexander had the promotional skills. Plunkett Green was the wind beneath her wings, and sheltered her and enabled her to sort of get on with all the creative side of things.世界に革命を起こした伝説のデザイナー、その知られざる素顔に迫る。I like to make joyous and happy things. マリー・クワント、スインギング・ロンドンの伝説。はい、マリー・クワント、スインギング・ロンドンの伝説でした。ファッションブランドにはそんなに詳しくないんですけど、うん、このマリー・クワントっていうブランドは女性にとってどういうあれなんですか。またミニスカート、うん、でも40代の頭ぐらいまでは着てました。よくあ、すごくしっかりしてるしシンプルだしデザインこれロンドンのデザイナーの方なんですね。分かんない、主人が好きだったんですよマリー・クワント。でももしかしたらねその時代を生きてたらかもしれませんね、はい、とても気になる、はい、ミニスカートで本当にもう世界的なんで大ブームを起こして、うん、スインギング・ロンドン、まさにこのタイトルの通りですけども、中核になった人ですね。これ監督がですね、もともと女優で今は女優とプロデューサーでも活躍されてるサディ・フロストさんというか監督されるの珍しいんですけどね、うん、そういう方が撮られてるので女性の視点から、うん、いい形でねまとまってるんじゃないか、まあ音楽ねロックミュージックなども絡んでやってそういう方たちのインタビューも出てきますので私もこれぜひ見たいと思ってます。こちらは、はい、こちらの方はですね土曜日ですね、土曜日26日土曜日から渋谷の文化村ルーシネマ、で上映開始になりまして、その他のエリアでは順次全国で公開になりますので、ご覧ください。はい、ご覧ください。はい、今日のね、シネバカちゃんは99回目ということで浅草、はい、オーケストラをお招きして、お送りいたしました、ね、オープニング曲はね、スウェーデンの伝説ジャズシンガー、モニカ・ゼタールンドの年景が日本公開2014年11月29日のストックホルムのでワルツの、ね、オリジナルサウンドトラックよりお送りしました。お別れの曲もこちら はい、同曲のサウンドトラックからです。また来週100回ぜひご覧ください。100回ですよ。
i New York. Det var natt, vi skulle just gå hem klockan tre i New York. Plötsligt hade allt bara hänt och Manhattan var plötsligt hänt. Jo, jag var ett skönt instrument som slog an en hårt nervös musik. Någonstans i stans ödslighet kände jag en nervositet. Här finns allt det vackra jag vet, stan är musik. Feber trumma hjärtat slår hårt i dig som en sång i New York. Jorden snurrar runt och fort för dig, fort för mig som en gång i New York. Som slog an en